なんとなくね、行っちゃいかんって言ってるような感じが。おはようございます、カブパパです。今日はですね、11月の頭、別にあの今日朝ね6時ぐらいですけど、そんな寒くないんですが、あのこの高原山ですね、高原山、あのカブママ登ったことがないんで、カブママを連れてですね、あの頂上釈迦ヶ岳は登ろうと思います。いや寒い。今ね7時18分大ママの駐車場です。じゃあ今からですね、高原山、まあ釈迦ヶ岳ですけど、登ってきたいと思います。釈迦ヶ岳なんでこっちですね。ここがですね、まあ、釈迦ヶ岳方面分岐です。ここに車止めて、今ここですね、こっから海山神社祠まで行って、まあ、予定だと剣ヶ峰経由でですね、釈迦ヶ岳と。まあ、ちょっと体調次第でここで折り返してくるかもしれないですね。では行きましょう。もうほとんどの木はね、葉っぱを落として、もう真冬の装いになってますね。結構風がありますね。だいたい温度は10度切るぐらいかな。大きい岩が、まあ、目立つようになりました。もうちょっと登るとね、稜線出ます。そうするとすごい景色が、まあ、いいとこに出れるんで、気持ち的にもだいぶ楽になります。稜線に出たようですね。ちょっと眺めはいまいちかな。去年のこの時期来た時は綺麗にね、富士山見えたんだけど、もうちょっと先行ってみましょうか。ここは1456m の、まあ、ピークというか独立標高点ですね。ここは眺めね、すごくいい。あの雲かかっちゃったけど、あれが釈迦ヶ岳で、ずっとこう来てですね、そうね、小菓子山、あれが小菓子山だね。あの辺があの宇都宮アルプスだね。ずっとこっち来ると、
でぴょこっと出てるのは羽黒山だね。ね。うん。でね、富士山この方向。ちょっと見えねえな。あれかなみたいな。うん。あれのような気持ちで。ちょっと今日はあんまり天気良くないね。太陽も被っちゃったし。ちなみにね、あっちが三つ持ち山です。あと 200m ぐらい登ると八海山神社ですね。すごくいいペースで来てます。岩場の先がですね、八海山神社ですね。釈迦ヶ岳がね、あの須賀山の方から湧いてくる雲で、なんだかちょっと荒れてる感じがしますね。祠が見えてきた。畑なんですけど、ものすごい雲が上がってきちゃって、今日はねあんまり無理をしたくないんで、明日病院なんで、ちょっと剣ヶ峰の方まで行って、ちょっとどんな感じか行ってみたいと思います。8時17分、さあ行きます。釈迦ヶ岳大乳洞、ちょっと下ってくっと登ってくって感じですね。1590m、 8時26分です。はい、まあ焼いたの最高点来たからって別にどうってことはないんですけど、一応目印で。ちょっとね、まだこれあの木立の中だからいいけど、多分稜線出るとこの感じだとね、風速15ぐらい瞬間的に吹く感じの風ですね。釈迦ヶ岳も完全真っ白になっちゃったし、まあ、今日はあの特別無理してやるわけでもないので、とりあえずあの剣ヶ峰まで行って様子を見てからですね、身体を極めていきたいと思います。なんかね、ちょっと天気予報ではこんな感じじゃなかったんだけどね。剣ヶ峰に向かってね、
結構急なとこ降りてきます。しかしすごいね、これは。なんとなくね、行っちゃいかんって言ってるような感じがしますね。剣ヶ峰目の前なんですが、ちょっとね、今8時34分、ものすごい天候悪化で戻ることにします。今日はいや、これで雨でも来ちゃったら最悪だな。八海山神社まで戻ってきました。こっちはそんなに天気は悪くなかったみたいで、釈迦の方もさっきみたいな大荒れではないみたいですけど、沢から雲がどんどん上がってきてますね。まあ今日は仕方ないということで、このまま天気のいい方のコースをですね戻りたいと思います。今日はね、大ままの駐車場は結構車止まってたんだけど、あんまり歩いてる人は見かけないですね。じゃあですね、去年来た時はこっち左側行くとですね、林間コースって林の中通っていくんですけど、そんな見るべき紅葉ももうない時期なんで、やっぱ北コースですね、見通しの良かった見晴らしコース、こうぐーっと見えますけど、こっち通っていきたいと思います。だいぶ天気も落ち着いた感じですね。まあハイキングってことで言えばね、気持ちのいいハイキングですね。まあ、なんせまだね、朝9時ってことで、戻ってもスーパーも何も開いてないような時間帯なんで、まあ、かえって山ではね、何でもできる時間帯ということで、まあ、どっか寄って帰りたいなと思うんですがね。はい、戻ってきました。9時25分もう、はい、なんだよ、あっけねえの。ベビースターラーメン、いいね、これ40数年食ってるよ。7歳8歳ぐらいの時はもう飽きてる。まあちょっと少ないですが。バクと食うか。いいね、変わらぬ味。大ままの駐車場まで戻ってきました。今日は7時の18分にここ出発して、ほぼ休憩なしで高原山を、まあ今日はハイキングですね。